水古伝水古伝108一覧表、東流豊氏は、中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古伝に出てくる登場人物。梁山泊第88位の交換で、地古性の生まれ変わり。あだ名は、金銭表紙で、体中に、表模様に似たあばたがあることに由来する。鉄売り杖という棒の先に、売り型の鉄球がついた武器を扱う。いとこに、女姉がいる。 元は、竹岡鎮の鍛冶屋剣軍人。代々続く、武器職人の家系だったが、博打にはまりだんだん落ちぶれていき、2003の麓に住み着くようになった。また、武器の製造の他に、武術にも優れており30金ほどの手釣り、釣を軽々と使いこなす。後に力と出会い意気投合して、義兄邸になり、両山泊に誘われて、仲間入りをする。高等州で、 高連を撃った両山白に、古縁尺率いる討伐軍が攻めてきて、連冠馬作戦に悩まされていた。その時、東流がいとこである金軍の金槍組師範のジョネイを仲間に入れることを進言する。学は、実戦だよって、ジョネイを罠にはめ仲間に加えることに成功する。そして、自らは連冠馬に対抗ための特殊な槍、針窯、層を製造し、 連関馬を破る功績を立てる。108世集結後は、両残白の武器、甲冑製造を担当し、高級戦、両国征閥などに参戦する。放浪討伐戦では、90で一度大敗するが、敵の野衆を予感した主部が敵を待ち伏せて迎撃した。その際、東流は、死神、王鵬らを打ち取った、鳳満春を生け取る手柄を立てる。その後、 最後の性経験の戦いで乱戦の中で戦死する。ありがとうございます。